いいノート、メリケルテイス。グレコローマンモザイクのパライモン像。アンティキア考古学博物館所蔵。メリケルテイスは、ギリシア神話の人物である。ボイオーティア地方の都市オルコメノスのはタマースといい、脳の子で、レアルコスト兄弟。メリケルテイスの死は、イストミア競技祭の起源とされ、また、メリケルテイス自身は、死後に、 パライモーンと呼ばれるワタツミに生まれ変わったとされる。神となったパライモオーンは、イルカに乗った少年神の姿で表され、海難者を救い、港を司る神として信仰された。ローマ人は、ポルトゥーヌス神と同一視した。日本語では長母院を省略して、メリケルテス、パライモンとも表記される。メリケルテスの遺体が流れ着いたとされる、コリントス地境。 メリケルテイスを抱いて、頭マースから逃げるイーノー。ゴットフリードメイズによる変身物語の差し絵。オデュッセイア5巻333行以下にイーノーが登場し、ポセイドオンの怒りで船を失い、海に投げ出されたオデュッセウスを助ける。またエウリーピデースの悲劇、メーデーアでは、イーノーが自らの子供を手にかけた女として語られている。それによると、 自身の二人の子供を殺したのは彼女であった。アポロドーロスによると、定番王女セメレーの死後、ゼウスはディオニューソスをヘルメースに預け、アタマースとイノ脳のところに持って行かせ、少女として育てるよう説得させた。しかしヘーラーはこれに腹を立てて、二人の世気を失わせた。そのため、アタマースはレアルコスを鹿だと勘違いして射殺し、 イーノーは沸騰した大釜に、メリケルテイスを投げ込んで煮殺した。イーノーはさらにメリケルテイスの遺体を抱きかかえて、放浪し、海に身を投げたが、その後二人は嵐に遭遇した船乗りを助ける、海の神でウコテアート、パライモーンに生まれ変わった。この名前は船乗りたちが呼んだことに由来する。また、コリントスオーシーシュポスは、メリケルテイスの追悼のために、イストミア競技祭を創始した。 オイディウスも彼らを襲った悲劇は、ディオニューソスの養育が原因としている。ケーラーは、狂気の女神を使わして、アタマースを狂わせた。アタマースは、イーノーと子供たちを、メスライオンの親子と勘違いして追い回し、イーノーの腕から子供の足を掴んで奪い取り、振り回し、岩に叩きつけて殺した。その光景を見たイーノーも気が狂い、メリケルテイスを抱きかかいたまま、 崖から海に飛び込んだ。アプロディーテイは孫にあたるイーノとその子メルケルテイスの死を不憫に思い、二人を海の神として受け入れるようポセイドーンに願った。ポセイドーンはその願いを聞き入れ、二人から人間の部分を消し去って、不死の神に変え、それぞれデウコテアとパライモンの名を与えたとしている。これに対してパウサニアスは彼らの死は、 イーノーがプリクソスを殺そうとしたことに起因すると述べている。プリクソスはアタマースと前妻ネペレーの子供であり、イーノーが前妻の子供たちを殺そうとした物語はアポロドーロスやヒュギーノスが詳しく述べている。イーノーの陰謀によってオルコメノスが飢饉になった時、アタマースはイーノーの陰謀に気づいて、イーノーと彼女との間に生まれた子供たちを殺そうとした。 レアルコスは殺されたが、イーノーはメリケルテイスを連れて逃げ、メガラー地方のサロニコス湾沿いのスキーローン道にある、モルーリース岩から身を投げた。その後メリケルテイスの遺体はイルカによって運ばれて、コリントス地境に流れ着いた。シンシュポスはメリケルテイスの遺体を発見して、イストモスに埋葬し、イストミア競技祭を創始した。 メリケルテイスの遺体が打ち上げられた海岸にはメリケルテイスの祭壇が築かれた。またその場所は松の木が多い海岸だったのでイストミア競技祭の優勝者には松の葉の冠が捧げられた。古代ギリシアの著術家ピロストラトスによるとメリケルテイスをイストモスに受け入れたのは他ならぬポセイドオンであった。すなわちエーコネスで。 パライモーンを描いた絵画について説明する中で、眠っているメリケルテイスがいるかによって、イストミアに運ばれたことや、ポセイドーンが微笑みながら、イストモスの地に命じて、メリケルテイスを受け入れさせたこと、またシーシュポスにメリケルテイスの到来を告げ、パライモーンへの国を命じたことを語っている。またピロストラトスは、シーシュポスの言った最初の犠牲式が悲儀であり、 イストモスの港を作ったのはメリケルテイスであるとも語っている。発掘調査で明らかになったイストモスのポセイドーンの神域。パライモーン神殿は2の部分。パライモーンの最も有名な神殿はコリントス地境のサロニコス湾側にあるイストモスのポセイドーンの神域内にあり、一般的に古代ギリシアまで遡ると考えられている。神話によるとポセイドーンと太陽が見え、 リオスがコリントスの地をめぐって争ったとき、朝廷役のブリアレオスは、イストモスの地をポセイドオンに、アクロコリントスをヘイリオスに与えたとされ、イストモスは古くからポセイドオン信仰の土地であった。ピロストラトスは、ポセイドオンの命令で、イストモスがメリケルテスを受け入れたと語っている。またピロストラトスは、シーシュポスの言った、 犠牲式の詳細を語っていないが悲義とみなされたと語っている。プルタルコスによれば、メリケルテイスの死を追悼したことに由来するイストミア競技祭はもともと夜間に行われた宗教的性格の強いものであり、後にテイセウスによって競技会が創設された。その後、イストミア競技祭はオリンピア競技祭、ピューティア競技祭、 ネメアー競技祭と並ぶ古代イギリシアの代表的な競技祭に発展し、最盛期にはオリンピア競技祭に匹敵する賑わいを見せた。パウサニアスが報告しているところでは、イストモスで最も見応えがあるものの一つは、イストミア競技祭の競技場であり、ポセイドオンの新域の神殿には、ポセイドオン、アムピトリーテトリートオンの心臓と共にイルカに乗ったパライモーンの心臓があった。 また、パライモン神殿は、ポセイドオンの聖域を囲む、壁の内側の左手に立ち、ポセイドオン、レウコテアー、パライモンの心臓が収められていた。さらに、パライモンが埋葬されたと伝えられる地下の奥がと、そこに通じる通路があり、この場所で建てた制約は、覆すことができなかった。またコリントスからレカイオンに通じる道にはお羊を、 伴うヘルメス神の像が立っている場所があり、同じ場所に、ポセイドオーン、デュコテアーと共にイルカに乗ったパライモーンの心臓があった。ありがとうございます。